高校生の時からもっと多くの人に女子サッカーの魅力っていうものを知ってもらいたいなって思ってて、2011年世界一になって、その4年後に準優勝したんですけど、準優勝がなんかフォーカスされなさすぎて、世界一を取り続けなければ見てもらえない存在なんだなっていう風に感じて、なんとかしなきゃいけないっていう風な思いをみんな持ってるんですけど、実際にどうやって行動したらいいのかがわからない選手がかなりいて、そういう中で自分がアクションを起こすことでいろんな人を巻き込んで女子サッカー全体で盛り上げていくことができるんじゃないかなというふうに思ったので、新しい女子サッカー選手像っていうのを自分がパイオニアとしてやっていきたいなっていう思いはすごくあります。